実際に取り付けを行う前に金具の画像っていうのをちょっと見てもらって、ちょっと家具屋さんに頼んで作ってもらったんですけど、ある家具はこういったような形で真ん中にあんまりものがない家具があります。この四方は木に覆われてるけど真ん中は空間になってる。そういった空間のところにビスや天突っ張り棒などを止めてる。薄いのであんまり効果がないんです。できればこういったような隙間や木のあるところを探し出して取り付けていただきたいっていうのが全部になります。こちらの突っ張り棒もここではなくここにつけてもらいたいですね。100分の5ミリから一番強いのはあとですね、コースでちらっとしか見えないんですけど、家具の、これを家具と見立てた場合に、一つ背の高い棚を一つそのまま固定もせずに置くと、簡単な力ですぐ直ってしまう。ただし、それを二つにまとめたりということが可能であれば、倒れにくくなります、少なく。ただ、これだけはもうちょっと不十分なので、内張り用と外張り用があって、こういったように表合わせにしたりすれば倒れにくくなります。あとは一番いいのは縦だと倒れるけど横だとあんまり倒れにくいというのもあるので、ご自宅に帰って家具を買うときにどういったのが倒れにくいか、一番いいのは止めてしまうのが一番いいんですけど、止めたくないよっていう場合は比較的倒れにくいものを選定してもらったり、ちょっと工夫で倒れにくくなりますので、そういったのも考慮してもらえると、真柱を探すってところからやってもらいたいなと思うんですけど、こういったのがホームセンターに売ってますので、プッシュピンといって中に針が入ってますので、今この後ろが見えるので間柱がどこにあるか分かるんですけれども、実際の家は間柱がどこにあるか分からない。もっと言うとここにクロスが貼ってあったらネジの位置すら分からないのでどこにあるんだろうと。そういった時にこういった金を使うと、これが後ろに全くない状態の時は金が貫通してしまいます。貫通します。ただしここに真柱があるところに運よく当たった場合はある一定のところで止まります。これにあるのか調べたいなと思います。やってみてもらってこの辺りに、はい、まっすぐまっすぐ、ちょっと待ってます。はい、はい、ここあたりがいいです。まあ、念のためここもやってみます。吸引したところに、はい、あると。吸うのが分かるので、このあたりにビスをつけようじゃないかっていう計画になるんですけれども、滑りやすくドライバーが一番一般的なんですけれども、ドライバーでこれ、ビスを打ち抜いていくのはすごく大変でですね、時間と労力がかかります。なので今回はこういった器具を使いたいと思います。このインパクトドライバーっていうのはホームセンターで格安で売ってたりもするので、一家に一台あってもいいかなって思うんですけれども、ちょっと下穴だけ開けさせてもらいたいなと思います。そこで止まりますね。まあ、これはご家庭でいうキリですね。じゃあ押さえておいてやります。ありがとうございます。こういったようにキリなどで下穴を開けとくと目印にもなりますし、すごく早く綺麗に仕上がります。ちょっとこうやってみたので、よいしょ、ここのビスに向かってゆっくり回してね、うん、いきなりじゃない、ゆっくり出して当たって大丈夫です。もう少し、あ、もうちょっともうちょっと聞かせてくれる。最初全部やらない方に下打っちゃったの、先にどっちでも構いません。はい、じゃあ下から上を先にやるものですか。どっちでもいいですけど、
決めちゃわないこと。そうこれはついちゃってるからこっちか。ちょっと待って。